日本神学校は1930年から1943年まで東京に存在したプロテスタントの日本キリスト教会、長教派の神学校である。川添万寿特1930年4月11日、明治学院進学部と東京進学者の合併により、ヨドバシのはずの旧明治学院進学部校舎で発足し、1937年には、 東北学院進学部も合流した。日本キリスト教会以外にも、同盟キリスト教会からも、木下博と白川藤太郎、相沢洋一らが学んだ。校長は川添万寿徳で、教頭が高倉徳太郎で、教授陣は桑田修の上村玉樹などであった。1937年、 東京市高島地区富士見町の東京新学舎跡地に、長谷部栄吉の設計により、新校舎が建設された。しかし、1941年4月の日本、キリスト教団結成を受けて日本神学校も、東日本各地の神学校と共に、日本東部神学校への合流を余儀なくされて、廃校となった。なお、改革長老派の神学校として、 専門学校日本神学校が存在するが、戦前の日本神学校とは組織としての連続性はない。ありがとうございます。